山崎から1個もらすわ。おい、あるある行きます。あの山崎君からいただきました。あのサッカー選手、フットサル選手、あの手首にテーピング巻きがち、これなんでなの？なんかシュート強くなるって聞いたことあります。そうつけよ。はじめ、はい、ゆうてぃチャンネル。はい、ということですね。今日はここわかります？アソビルさんですね。アソビルさんということはもうダイエットコラボするかわかるでしょ。もうゴールデンウィークの時にあのコラボさせていただいた劉淳選手と今回もちょっとコラボさせていただくことになりましたので、はい、じゃあもう早速お呼びしたいと思います。お願いします。お願いします。お願いします。また呼んでいただいてありがとうございますで今日はまず最初1個目なんですけど、ちょっと対談しようかなと思って、喋ろうかな、そう喋ろうかなと思って、僕のチャンネル対談動画1個もありません。確かに、ゆうとくんが一人で喋ってるやつぐらいです。一人で喋ってる、お前なんか寂しいやつみたいな対談って言うとね、ちょっとね、かっこよくね、聞こえちゃうんですけど、まあ、ちょっとインタビュー根掘り葉掘り聞いてやろうと思います。気になるよ、みんな気になると思う。確かに気になるでしょ。気になります。 F リーガーってどういう実態で働いてるのとか、これとかチーム内のね、こいつの仲悪いとかね、やばい。あはい、じゃあちょっとやっていきたいなと思います。レッツーバモロ。バモロ。はい、ずれてる、いつもよろしく頼むぞ。はい、ここで一つお知らせがあります。はい、4月31日16時からクリニックで、18時からゲーム会で、リュウ・ユッティコラボで、クリニックとゲーム会をやらせていただきます。こちら第1弾がね、満員でやらせていただいたんで、はい、第2弾も開催することになりましたなのでぜひ都合合う方、遊びに来てください。ご参加お待ちしてます。お願いします。お願いします。はい、じゃあそれじゃあ対談していきたいと思います。まあちょっとあのこのご時世なんでちょっといっぱい喋るから、はい、マスクはつけて、はい、喋りたいなと思います。何喋ろうか。あ、じゃあまずあれだね、サッカー人、サッカーしてたでしょ。そうですね、サッカー。いつからサッカー始めたの？サッカーは年中の時に始めました。サッカー地元の町クラブで、いや、市川、千葉県市川市なんですけど、小3までやって、で、アメリカに父の転勤の仕事の関係、アメリカロサンゼルスに、転勤だったので。じゃあ英語ペラペラ？そうですね、5年ぐらいになるので。ちょっと英語で自己紹介。いや、違う、その振りが一番きついんですよ相手が日本人でなんで英語喋らないんですか？ある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 。英語喋ってって言われた時止まりがち。アメリカではサッカーしてたの？一応してましたけど、まあ、そんな真剣には、いわゆるもうずっとやるって感じじゃなくて、シーズンで、例えばこの、まあ、サッカーの冬のスポーツだったり、冬はサッカー見たり、まあ、バスケやってみたりとかで、音楽とかにハマったので、まあ、真剣にはそこまでやってなかったですね。サッカー選手を目指したとかじゃない？そうですね、もう1回やめました。こっちにいつ戻ってきたの？中3で戻ってきたんです。なるほど。はいはい。で、またサッカーやってる？そうです、高校サッカーってやっぱ憧れるじゃないですか。ああ、なるほど。それでもう一回サッカーやってる。高校は？高校は慶応高校。おお、頭良すぎだろ、ね、高校の慶応では出てたは、3年生までは出れなくて、さっても、要はあんまやってなかったから、うん、で、受験でもうだいぶ太っちゃったりして。そうなの？はい、全然動けなくて。高校3年間はレギュラーとかじゃなかった？じゃないです、うん、3年生からですね。あ、3年はでも出たの？はい、3年は出れました。じゃあ全然いいよな。終わって、はい、大学。そうです、大学サッカーに進んだんですね。慶応のサッカー。はい。エリート街道野郎だこれ。あれ、おもんないか、おもんないか。なるほどね。え、まだフットサルはやってないですね。いつから？いつから？大学、それこそ体育会のサッカー部入って、で、まあ、当然一番下のチームスタートなんですけど、要は他の全国から上手いやつが来るんで、まあ内部進学って結構レベル低いんで出れなくて、で、出れない選手のためになんかフットサルの大会にもリーグ戦にも出ようよっていう
まあ、風潮があって、で、それで、まあ、出場機会を、やっぱりやりたいっていうのじゃなくて、一番下のチームって、アイリーグってのがあるんですけど、アイリーグすらもなくて、全然なかったんで、フットサルリーグに出るしかない。1年生でフットサルに入った。一応ちょっと、やり始めた。はい、やり始めまして。じゃあ、大学サッカー入った時は、サッカー選手は目指してたんですか？目指してました。おー、はい、なるほど、ね。それは目指してましたね。で、まあ、フットサルもやり始めて、はい、で、別にフットサル選手になろうことは特に。まず、フットサル選手ってあるの知らなかったレベルですかね、今言ってみれば。あんまり F リーグとかも分からなくて。今 F リーグじゃん？はい。サッカー選手諦めた時期と、なった時期、フットサル選手になりたいっていう、そんなのあったの？あ、でもそこはそんな被りはなくて、普通にサッカーはまあ、大学サッカーやっていく中で、まあ、自分の中であんまり、まあ、上手いやつもたくさんいるし、自分の能力で、それで食っていくみたいなのは、まあ、難しいのかなって割と早い段階で感じたんですよね。なんで普通に就職しようと思ったって感じですね。フットサル選手とかは何ですか？ないかな。楽ですね。じゃあなんでフットサル選手になってんの？そういうことじゃん。そうそう。それは、でも3年生、大学3年生ぐらいの時から、なんか YS の GM の方、からちょっと連絡をいただいて、ダメシュンダメシュンさんにちょっと連絡っていうか、まあなんか大学リーグ見に来てくれるのがあったらしくて、でそれで監督さんに聞いてて、そういうのもあるよって言われて、でただそのフットサル部門っていうか、サッカー部門の監督がすごくまあめちゃめちゃ尊敬してる方なんですけど、まあ、その人がこういう道もあるよって言ってくれて、で慶応からFリーガーってそんないない、いないんです、いなかったまあ、第1号になって、まあ、第1号を目指してほしいっていうふうに言われて、そこから熱心に。じゃあ、大学3年生に、そうですね、3年の就職も視野入れながら、入れながらの時ですね。どうしようかなみたいな。はいはいはい。あー、なるほどね。で、YS に入る。そうです、YS に。多分もう皆さんが聞きたいことって、まあ、こんなことじゃないと思うんですよね。やっぱ F リーガーってどうなのっていうことは、いろいろグレーな部分までね、ちょっとね、聞いてやろうと思ってるし、ボブラックまで聞いてるこの感じ。直近の話で言うと、名古屋勝っちゃったじゃない。いやもう本当にびっくりですね。7月10日だっけ、はい、10日だよね。10日です、はい、にちょっとリーグ戦で名古屋オーシャンと戦って、劇的なね、勝ち方して。ラスト2秒。ちょっと僕はその日ちょっと運営とか行けなくて、アメバ TV で後半からしか見てないんですけど、もう泣きそうになりましたね。本当ですか？いや、ガチだよ。ガチで泣きそうになったよ。これはガチガチガチですか？鳥肌だった。しかも最初さ、最後決めたのゲンだったじゃん。はいはい。俺ヤド決めたと思った。おー、はいはい。赤い靴だったの。はいはい。もうヤドと思って。はいはい。ドラマだねーと思ったらゲンだった。なんかかわいそうゲン。お前かよみたいな。でしかもさ、みんなで喜んだじゃん、はい、誰決めてるか分かんない。いや、そうそうなんですよ。タクムがね、決めてないのに番号がやつ、あ、やってたやってた。で、場内アナウンス、小林拓夢選手のゴールです。そんなことあるみたいな。実際さ、はい、やっぱ勝つ気で行くわけじゃん。はいはい、もちろんもちろん。やっぱチームの雰囲気良かった。でも2連勝してるし、まあそうですね。し、やっぱチャレンジャーっていうところはもう、で、もう僕たちだけじゃなくて見てる人も多いと思うので、まあ失うものはそんななくて、もう全力で、もうチャレンジしていこうっていうところだったので、まあいい雰囲気で臨むことができたと思います。リタになった時さ、どうだった？はい、結構早い段階でパワープレイしてるけど、はい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 、すぐ入ったよ。はいはい。これどうだった？これやべえなと思って。やっぱり。あんなすぐパワープレイ入りますっていう。そうだよね。で、前々節でしたっけ、で、浦安戦で、結構パワープレイで失点しちゃってて、まあ、僕らもちょっと苦手意識がないわけではなかったので、まあ、あれだけ早い段階に決められたから、これ大量失点あるんじゃないみたいな雰囲気は、まあ、なくはなかった。しかも続けてきたからね。やっぱクオリティも高いしね。あれ、心臓に悪いよ。本当に見てる側からさ、あと8分で、はいはい、あ、これまさか続けてくんじゃねえかなって見たら、はいはい、続けてくるじゃん。そうなんですよ。よく耐えたよね。同点で名古屋にパワープレイされるって。そんな怖いことないです。今シーズンの調子はどう？
いやまあ去年に比べたら全然だし、ダメダメっすね。ダメなの？ダメ、そうっすね。まあただフットサル、まあ、IQ じゃないけど、まあ学べた1年だったんで去年、うん、まあなんか F リーグ戦ってても見え方とかはちょっと変わってきました、ね。落ち着きとか前は結構バタバタしてやってやるやってやる、うん、まあ、それも失いたくはないんですけど、まあ冷静になる場面も多くて、まあ、ここから、はい、ゴール取れればなと。ちょっとマークされてるもんね、割と。まあ、ちょっと読まれてるところもありますし、研究ちょっとされ始めちゃった、はい、そうですね。ミスは結構前取りするようになってきて、まあ、それで結構助かったところも多いんで。やっぱね、アツシのすごいプレーって、あのね、すんごい浮き球のゴロ、彼は抑えるんですよ。めちゃめちゃ簡単そうに、あれやってるけど、あれマジで、こっちからすると助かるんですよね。あんなキープしてくれると。あれは多分見てる人も多分当たり前だよなっていう感覚で見てると思う。はいはいはい、あれは、はい、あれ当たり前じゃないですか。あ、もうめちゃくちゃ高等技術です。これ高等技術だよね。あんなさ、浮き球ファンファンファンピシッって押さえられなくない？普通に。絶対あれすごいす、なんか足入ってるな、磁石。嬉しいね。あんなさ、ピタッピッペッってさ。褒めれる？褒めれないよね。あれはすごいっすね。ね、あれすごいよな。楽しい、これ。みんな多分気になってると思うんですけど、F リーガーの選手ってみんな仕事してるっていうね、なんかイメージがあると思うんですよね。はい。どうなんですか、そこら辺は。仕事。F リーグと、チームだけの、その、もらってるお金もあるよ。はい、はい、はい、そうですね。それと、まあでも基本的には、この、アソビルで、店長をやってるんですけど、一応。アソビルで店長を仕事しながら、はい、F リーグって感じですね。まあでも、そのアソビルからお金ももらってるし、はい、チームからももらってるでしょ。そうです。どうなの、生活、それで生活はどうなの。まあそれで生活する分には全然問題はない、ね。なるほどね。チームによりけど、でも本当そうだと思いますね。はい、まあ、特に横浜は朝練じゃないですか、うん、でまあ8時に終わるんで、ね、仕事は全然できるかなとは思います。まあ昼寝とかは絶対必要だそう、朝昼寝は必要、絶対必要あるあるだね。あるある、本当に横浜の選手昼寝必要。うん、本当に俺もそうだもん。そうそう、いや昼寝ってか俺昼寝の時間ないから、はい、あの気を失ってる時間15分あんのよ、マジで。ずっとなんですか、 YS は朝練は。そうだね、ユッティさん入った時から。そう、入ってからじゃない、普通に入ってから、ね、普通に加入してから、はい、はもう。そうそう、いや最初だね6時ですから。でもやっぱあれだよね、希望としては先週のそのだけのあれでやりたいよね、給料でね。どあそこどうなんだろうね。う、俺はなんか仕事しながらでいいじゃないのっていうのは思うけどね、はいはい、まあ、でもほらサッカーとかさ、はいはい、もちろんプレーだけでさ、はいはいはい、やってるわけじゃない。そうなんですね、何がいいのかわからないよね。いやもう本当に人によるとは思うんですけど、で僕も始める前はやっぱ選手だけでっていうのが理想かなと思ったんですけど、まあこういう、まあ、フットサルとかで働きながらだと、まあ、それこそ応援してくれてる方もどんどん増えていくし、そういう交流もあったりするので、まあ仕事しながらっていうのも悪くないなとは思ってはいるんですけど、まあ欲を言うと、まあ自分のまあ選手としてのピークを迎える時にはやっぱ仕事はせずに、まあフットサルだけでこう生活していくっていう時間も少しは欲しいなとは思ってますね、いずれ。楽しいっすか、これ。俺結構好きかも。プライベート聞きてえよな。F リーガーのプライベート聞きたい。何してんの？だって朝仕事じゃねえ、フットサルして、はいはいはい、で朝、ここで働いてでしょ、はいはいはい、何してんの？筋トレ？筋トレはしますね。します、します。やっぱフットサルにつぎ込んでるって感じ。ゴルフ？ゴルフ？ゴルフですね。ゴルフ？貴族の遊び。貴族の遊び、ショール、こういう人。一瞬。じゃあ、誰とすんの？逆に。YS の選手でやる？いや、YS の選手はそれこそ、まあ、若い年齢層が多いので、まあ、全然やんないんで。一人。一人？大丈夫？基本的に一人。だからすぐ俺浮いてるかったと思って。YS で。
ゴルフね。教えてもらおうかな。俺今度さ、ゴルフ一式もらうのよ。じゃあちょっとやりましょう。教えて教えて、はいはい、やりましょう。じゃあ今度アツシとゴルフやります。嬉しい。でもやっぱ朝練やって、うん、遊びるで、まあ、仕事するっていう、まあ、大体の一日は。それでもう夜なんで、ね、割ともう寝るだけの方が多いですね。そうか、そうか。はい、割ともうで土日フリーじゃないですか。そうだね。もう正直あんまなんですかね、自分のフットサル以外の時間っていうのはそんなないかもしれない。フットサル仕事で終わり、とりあえず。忙しいね。まあまあそうですね、忙しい。あと疲れてる、寝ちゃう家だと。はいはい。一日オフってのはほぼほぼないんだ。あ、でもないかもしれないです。要はフリー、フットサルの活動中がないときは、普通に仕事を大体ないですね、あんまり。必ずどっちかがあるんだよね。練習があって仕事がないときあるけど、はい。あ、そうです。でもそういうときあるの。練習ある日、はい、で、遊びの仕事がない日はある。まあ、あります、あります。それは全然あります、ね。そういうとき何してんの？暇じゃん。そういう時は暇っていうか、でもそういう日はリーグ戦の前日とかにしてあるんですよ、シフトを、うん、ああなるほどね。なんでまあ試合の準備ですね。ああ、はい、打ちっぱなし行ったりとか。打ちっぱなしに試合これ俺持論なんですけど、なんかあルーティーン、まあルーティーンにも、まあ、近くにあるんですけど、まあ、家の練習場が結構体を動かすすごくちょうどいい運動。家でぐったりしすぎるのもよくないし、家の近くって俺らは家近いじゃん。近いですね、まあ、あります。割と家近いんですよ。あそこですね、あの川沿いの、川沿いにあったんだっけな。え、あのさ、バッティングセンターのこと。あ、バッティングセンターはあったんですか。あの川沿いにあった。え、ちょっと出るけど。やべえ。らしいですよ、試合前は打ちっぱなしでちょっと運動してでしょ。それ言うとなんか集中したいみたいに思われるから。え、でもルーティンは大事だよ。まあまあそうですね、体適当に。俺のルーティンなんてこれ P でしょ。これこそ。あ、じゃあ YS のさ、選手のこと聞きたいよね。あ、俺ら知らないんだもん。チーム内。それいいかも。 YS。 あ、じゃあさ、 YS の中でさ、はい、誰が仲いいの。なんか、まあ伊藤の源さん。伊藤の源さん仲いいの。これは結構仲いいと僕は思ってます。ケンが YouTube 見てくれてたらいいね。あ、もう、もう絶対見てると思います。見てた。でもあれじゃないですか、 YS2 人組のメニュー多いじゃないですか。まあそうね、まあもう大体ケンさん。あ、ケンも余ってる。いや、そんな違うぞ。違うんすよ、2人組別に余り同士でやるから。やばいでしょ、悪いでしょ、この人。違いますよ、もうなんなら他の人が決まる前にもう。ああ、決まってる、はい、なあ、そうなんだね。あとは何だっけ。まあでも、それこそラファー鷲見は職場が同じっていうのもあって、今シーズンから加入なんですけど。そうなの、はい、あ、そうね、はい、そうです。いや、ラファーなんて全然まあ面識なかったんですけど、はい、もう今はね、1日8時間ぐらいはもうマジで毎日。彼女じゃん。いや、彼女より合います。あ、これ、はい、YSR だよね。あの彼女とか奥さんよりも長くいる時間が増える。あ、まあでも、だ俺だったら小山とか。ああ、そう、はいはい。週8いたから。週8ないっすね。午前中いて、また午後も一緒にいて、そういう時あったよ。セカンドの時は特に。はい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 。じゃあこんな感じで締めましょうか。はい、はい、じゃあこんな感じで、はい、ちょっと初めての対談なんで僕も慣れてなくて、はいはい、まあちょっと編集でね、うまくカバーしますんで。で、あの、流し見で見てもらえればいいかなと思います。もう本当にね、しょうもない話だよね。あの、多分カットされてるやつはマジで黒い話もしてるから。確かに結構撮ってるもん。結構これ撮ってるんで、割と黒い話もしたんで、それは個人的に聞いてください。あ、いろいろ悪口も言ってたんで。言ってないっすよ。全然言ってない。あ、言ってないですよ。あと、あと概要欄に龍也選手の、チャンネルお願いします。全然更新してないんで。更新するんだよね。中断期間ちょっと頑張るんで。そう、ちょっと、はい、あの、更新し始めるみたいなので、チャンネル登録してちょっと待ってて皆さん。嬉しい。ありがとうございます。あと、この動画が良かったと思ったら、チャンネル登録と、グッドボタン、コメント、よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。マボラ。はい、ゆきチャンネル。ここは多分第2弾です。第2弾。で、前回の、リボの流儀の時に、最後の方にあの、
アツシ選手の得意技何って聞いた時に得意技があるみたいで、これ